昨年から韓国ドラマに力を入れているディズニープラスと独占配信のセンスが抜群な Hulu が手を組んだということは皆さんご存知でしょうか。今日はそれに伴ったプラン内容の変更、無料期間終了についてまるっと解説した後、無料期間中に絶対に見ておくべきドラマをご紹介いたします。7月12日より開始された Hulu とディズニープラスのセットプラン。セットプランを契約することで、2つのサービスが配信している動画を楽しむことができます。Hulu は単体で契約すると月額1026円、ディズニープラスは単体で契約すると月額990円、合計2016円です。それがセットプランを契約すれば、なんと月額1490円、26% も安く両プランを楽しむことができます。もちろんこれまで通りそれぞれ単体でのプランも続行されるので、このセットプランはもともと2つのサービスを契約していた方、普段はディズニープラスだけど時々Huluを契約していた方にとってはお得に楽しめるサービスとなっています。7月12日よりこのセットプランサービスは開始されているので、もう申し込みすることは可能ですが、ここで一つ注意点が。このセットプランはHuluと契約することになるので、もともとHuluを使用していた人は移行可能ですが、もともとディズニープラスを使用していた人は移行不可なようです。このためディズニープラスの方は一度解約してからセットプランを契約という流れになります。ディズニープラスは日割り機能がないので、解約のタイミングは契約満了日を待ってから行うのがいいかと思います。またHuluを契約していた方も、お支払い方法によっては一度解約手続きが必要とのことなので、ご自分がどれに当てはまるか一度検索してみてください。くれぐれも契約期間が重複してお支払いがかさむことのないように要注意です。これまで Hulu では2週間の無料トライアル期間が設けられており、このトライアル期間を使用して見たかったドラマを一気見したという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。が、このトライアル期間は今回の提携に伴い終了してしまうとのことです。終了するのは2023年8月30日水曜日午前9時59分。つまり8月30日の午前10時以降に新規登録した方は、登録時点で月額料金のお支払いが必要になるということ。9時59分までに登録を完了し、2週間トライアルが付与された方は、そのまま無料でお楽しみいただけるとのことです。今後何かのキャンペーン等で無料トライアルが行われることもあるかもしれないそうですが、今までのように好きなタイミングではできなくなってしまいます。これまで無料トライアルを使用せずに機会を伺っていた方には、ぜひぜひこのタイミングでの使用をお勧めいたします。これからHuluで独占配信中のおすすめドラマをご紹介いたしますが、8月に入ってから配信される最新作もありますので、その配信日とご自身の見たいドラマを熟考した上で、ぜひ無料トライアルしてみてください。Hulu では独占配信の韓国ドラマが徐々に増えてきていますが、2週間で全部見るのは厳しいので、誰が見ても超面白いおすすめの2作品と8月に配信予定の最新作を1作ご紹介いたします。チョルインワンフ。大統領官邸でシェフを務めるチャン・ボンファンは、いつも自信満々で蝶のつく女たらし、飛ぶ鳥を落とす勢いでしたが、何者かの策略で一夜にして容疑者に。なんとか逃げようとしたボンファンは、その途中でベランダからプールに落ち気を失ってしまいます。そして目を覚ますと、そこはなんと朝鮮時代の王宮でした。自分の体が婚礼を明日に控えた王后キムソヨンであることを知ったボンファンは、初夜の儀式だけでも避けようと自分が男であることを王に告白しますが、現代を生きる俺様シェフの魂が朝鮮時代の王妃に入ってしまったコメディ時代劇。主演シンヘソン様、キムジョンヒョン様、Hulu の独占配信カンドラといえば、やっぱりこれが一作目です。本当に男の魂が入っているかのようなシンヘソン様の演技が最高です。爆笑シーンも何度もあり、完全なフィクションなので時代劇は見たことがないという方にもとてもおすすめです。弱いヒーロー。天性の頭脳を持つ優等生ヨンシウンは、誰とも触れず勉強以外に興味がありません。そんなシウンをよく思わない同級生たちは、シウンに必要な嫌がらせをしていました。いじめがエスカレートし、我慢の限界に達したシウンは、卓越した頭脳と洞察力で彼らに冷酷な制裁を下します。しかし最後の一発を殴ろうとした時、同じクラスで運動神経抜群のアンスホが止めに入ります。シウンはスホにも殴りかかろうとしますが、スホには到底かなわないのでした。ある日、不良グループに絡まれ自力で事態を打開しようとするシウンでしたが、
絶対絶命の危機に陥ってしまいます。そんな時アンスホと転校生のオポン族が現れます。やがて彼らは裏組織も絡む事件へと巻き込まれていくことに。暴力に対抗する学園アクションドラマです。主演パクジフン様、チェヒョヌク様、ホンギョン様。今年5月に配信されて以降、ドラマの完成度に感嘆の声を上げる人が続出したドラマです。私的にもこのドラマが今年見た中で一番の作品です。若い3人が主演ですが、高校生ならではの浮き歪みを完璧に表現していて、とにかく見てと自信を持ってお勧めできるドラマです。ちなみにこちらの動画で魅力を徹底解説しているので、気になる方はぜひ。庭のある家。シュランは病院の院長である年の離れた夫と息子と共に庭のある新居に引っ越してきます。しかし引っ越して間もなく、彼女は庭のどこかからひどい悪臭がすることに気がつきます。そして匂いのする場所を発見し掘ってみると、なんとそこから死体の手のようなものが出てきたのでした。一方、日常的に旦那から DV を受けている妊婦のサンウン。ある日突然旦那が釣り場で死んでしまいます。裏庭からする怪しい匂いによって、完全に異なる人生を生きていた二人の女性が出会って繰り広げられるサスペンススリラー。主演キムテヒ様、イムジヨン様。今年6月から韓国で放送されていた話題作です。なんといってもザ・グローリーでいじめ役をしていたイムジヨンさんの怪演が光っています。最初から漂う不穏な雰囲気がたまらない作品です。8月11日より配信予定です。チョン・ドヨンさん、リュウ・チュン・ヨルさん主演の深い闇の中で出会った男女によるヒューマンドラマ、ロスト人間失格。イ・ジュンギさん主演の悪党を倒すため1回目の人生の記憶を持ったまま2回目の人生を生きる復讐劇、アゲイン・マイ・ライフ。イ・ドンウクさん、ウィハジュンさん主演の正反対な2人が出会って繰り広げるヒーローアクションドラマ、バッド&クレイジーなど、他にも魅力的なドラマがたくさん揃っているので、ぜひぜひ2週間の無料トライアルが終了する前に利用してみてください。